ありがとうございます。今回司会進行させていただきます、アメリカザリガニという芸人の柳原と言います。よろしくお願いします。ガリレオ工房の稲田大輔先生です。拍手。今日は小学生の皆さんたちを、科学の楽しさを伝えられるということで楽しみにしてきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。もうすみません、マイナスバラに予想になってしまいました。大丈夫です、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 しっかり聞いて、ぜひそれをね、プレーの方で活かしてほしいなと思います。今日はサッカーをより詳しく、分かりやすく、触れることができると思いますので、その方が紹介です。まずは望月コーチです、よろしくお願いします。そして樋口コーチ、よろしくお願いします。そして柴崎コーチ、よろしくお願いします。今まで今年で3年目になります、このイベント、はい、いろんな技やってきましたが、今日取り上げる技は何ですか先生？トラップです。出ました、トラップ。トラップ、はい、ちょっとなんか地味じゃないですか。今まではこうバナナシュートとか、はい、弾丸シュートとかやってきたけどね。メッシで言えばね、ドリブルなんかすごく得意だと思いますけども、ドリブルはね、トラップしないと始まらないですからね。トラップが大きかったら相手に取られてしまうし、自分の思い通りに止めれるから、素晴らしいとドリブルも始まるというのも、全てプレー始まるときには止めれるからこそシュートもドリブルもできますからね。そういう意味では、なるほど、先生のおっしゃるとおり、トラップはもう非常に大事ですから、はい、でもやっぱりね、お手本みたいな、ちょっとせっかくですから、ちょっとお二人ちょっとトラップ的なのをちょっと見せていただいていいですか。軽くね、すごいすごい、ほい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 、あ、なるほど、いい、さすが、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日はね、全部説明することできないので今日は一つに絞れようと思います、はい、胸にする胸トラップ、これね、やっぱり難しいですね。どうやってボールを止めているのか、それを科学します。なるほど、はい、このね、やはり胸トラップっていうのは一個ね、私もずっとサッカーやってましたけど、一個やっぱり難しかった壁でした。あ、だからやっぱりね、ちょっとね、プロの人のね、素晴らしい胸トラップ見たいので、じゃあちょっとすごいものを今回用意しましたんで、はい、そうなんです、これがね、今回のために用意しましたね、スーパーパスマシーンというやつですね。はい、じゃあお願いします。それをトラップしないわけですね、はい、これをトラップしてもらいます、はい、ちょっとね、はい、これ、はいはい、できる人、はい、はい、勇気のある人、無理あれは無理、いや、プロのね、ちょっとまだね、ちょっと様子見で、うん、はい、行きます。それでは行こう、3、2、1、ドンドン。なるほど、うん、やめておこう。そうですねこれはやめておこう。なかなか、うん、パスあんなにホップしませんから、ね、うん、あのね、人間を超えているね。そうですね、うん、じゃあお願いします、どうぞ、ポン、ほい、ヨット、ほい、おい、拍手、もう一度いきましょうか、ほい、ほい、ほい、なるほど、拍手、いいトラップでしたね。いや、今のすごかったですね。でこれをマスターするためにね、はい、とっても大事な言葉があるんですけども、はい、この言葉を覚えていただきましょう、ドン、はい、ちょっと力石とね、これをみんなの、はい、力石、はい、力石、力石、東京よしこれはね、簡単に言うとね、力をコントロールする法則だと思ってください。なるほど、まずはこちらの実験装置見てもらいましょう、どうぞーと、ザ・フリコトラップというね、はい、マシーンがございますが、これ何でございますか、はい、実はこれね、ピタッとこのボールが止まるんだ、トラップ ね、こういう人がいます ね、パスが来た、ボールがピタッと止まった、はい、でもね、こっち側は止まったんだけど、はい、何がいけなかったって、どう見て君たちの体が吹っ飛んじゃったんだ、ね、これじゃ君たちね、トラップ受けるためにドーンって飛んでちゃったら困るでしょ。それはそうですね、サッカーならないですからね。だからちょっとこれじゃダメそうだなってわかるよね、はい、でなぜこれ裏側ね、ほら見て、同じボールだったの、つまりね、同じ質量っていうんだけどね、まあ、地球上で同じ重さのものを使ってたの。でも君たちサッカーボールと同じじゃないでしょ、体の重さも。今度は君たちの体とサッカーボールと、でその体重が違うよね、重さが違う、その比率に合わせたものを作ったの。これが2つ目、はい、こちらザ・フリコトラップ。ここにボーリングの球と、ここにはゴルフボールの球、これもね、大体ね、質量、まあ、重さが100倍ぐらい違うんです。なるほど、だからボーリングの球が君たち、このゴルフボールの球、まあ、サッカーボールのね、もうこれが、サッカーボールだと思って見てください。なるほど。サッカーボール、これじゃトラップできてません。ね、跳ねちゃってます。パスした人にそのまま
ドンデョンと戻ってますよ。そうなん、これはですね、こちらの質量が大きくてこちらの質量が軽いからまあ跳ね返っちゃったってことなんです。はあ、ね、ドーンとこうぶつかるとですね、まあ、肉眼では確認しないんですけど、こうなると歪むわけですよね。あ、ボールって、まあ、サッカーボールだって歪む、こうなってる、ね、で歪んだ後こうやって跳ね返る、つまり変形しないようにしてやればいいと。こうやって足元にポロッと落とせばいいトラップに。じゃあこれを見てください。水風船です。あら、ね、水風船です。せーの、あ、そうです、まあ、割れると。それ割れるわな、まあ、衝撃を受ける変形、最後はこれ持ってやるとパシャーンと割れてしまいます。で、今日この水風船が割れなければ衝撃を受けなかったってことになるわけです。つまり割れなければ衝撃を受けてない、その上手なトラップにつながる、つながるということ、割れないようにすればいいということ、はい、そういうことなんです。このクッションの上に水風船を落とすとどうなるでしょうか。はい、お願いします。お、どう、割れなかったですね。割れませんでした。はい、これなぜ割れなかったか分かるって言いますか。はい、地面が硬いから割れて、クッションだと柔らかいから割れなかった。これは硬いでしょ と, いうこと、どうせ柔らかいでしょと。硬い、こっちは柔らかい、つまりね、サッカーボールでトラップ受けるんだったらこれ来ちゃえばいいんだよね。もうここね、ふわふわ、じゃあこれでトラップ受けてもらいましょうか。ねえ、もう君たちももうずっとこれ着てやる、これから。これいいよってできるか。なぜ柔らかいと風船、水風船が割れないか。そのもの自体が柔らかくなくても硬いものでも大丈夫。柔らかさがね、答えではないっていうことのために今日はね、この板を使います。あ、割れちゃった。そうですね、だってこれ何もしてないもんね。ところがね、この板で受けても割れない方法があるんです。板が上下するようになってます。なるほど。ね、でそこで先ほど割れてしまったけど、この板ここに折ってもらいます。さっきと同じなんですね。はい、そうです。お、割れなかった。ここにぶつかった時に板が押し沈んで、まあ、沈んで、そして衝撃を和らげることができましたということなの。まあ、このことをね、今日はちょっと時間をかけてキャッチした、ちょっとそこ覚えておいて、時間と時間の関係が、力積、まあ積ってね、掛け算のことらしいけどね、はい、ああ、力とスピードをかけてると。はい、ね、このまた鉄の板を今度はさっきの板の代わりにします。いやだ、わっ、この鉄板質量があるので、まあそのまま動かない、バンとそのまま当たってしまったら割れてしまったということなんです。なるほどね。どうやったら割れないように確実にできるかという方法があるので、この状況で、はい、実はこの鉄板の下にですね、ちょっと引っかかるところがあって紐をつけます。そして水風船が当たるぐらいのところ、当たるか当たらないかぐらいのところでギュッと下に引っ張ってもらいます。つまり硬いものなのに割れないよということを今証明したい。硬いものなのに割れないように、割れないようにする。お、割れませんでした。引っ張ってあげることで長く水風船がこの鉄板に吸い付くようにして、つまり時間をかけて止めてやるってことをした。だから硬いものでも止められるってことなんです。筋肉硬くてもよ、体を柔らかい動き、つまり柔らかいものじゃないです、柔らかい動きをすれば、はあ、ボール詰ませずに取れると。なるほど。じゃあちょっと今のをもう一回頭に入れて、もう一回さっきのマシーンのトラップ見てもらいましょうか。せーの、ほい、ソン。なるほど。あ、やはりいろんなとこを使ってるんですね。はい、じゃあみんな見といて、よいしょ、おい、あ、お、すごい、頭でも大きくやるとゆっくりいけばボールは、はい、絶対勢いを、さっきの力説でゆっくり動けばゆっくり止まっていく。そうしないとどんどん前に飛んじゃう、うん、でも極端にゆっくりするとどうなるかっていうと、はい、胸でもね、足だからといっていろんなところだけじゃなくて体全体を使っていろいろ止めてみる。そのところの、もう正直さ、ゼリーはもう力説っていうのを説明してもらう機会は僕らなかったので、そうです、皆さん非常にいい機会だと思います。そんなことそっからも入りながら頭入る、僕らもう感覚でやるしかなかったので、この知識と感覚をうまくマッチしてもらえたらいいと思いますね。これがね、このサイエンスサッカーのいいところでね、要するに膝と、ね、かかと全身を使って体は硬くなっていくけども、体の動きを柔らかくする。ね、で時間をかけてボールをキャッチすれば弱い力で止める。そう、でその強弱をコントロールすることで、
そのトラップじゃなくてパスになったりとか、そのままトラップしてオーバーヘッドしてもらうといいです。なるほど、そのシュートで、ね、ありますから。なるほど。いや、これにいかにトラップが重要かということがね、分かってないそう、サッカーの始まりですよ。おう、でここまではみんなね、ちょっと力石のことは、まあ、大体ね、大体ちょっと分かってもらったんでね、はい、まあここでね、力石を使ってみんなでゲームをしてもらおう。力石キャッチゲーム拍手はい、どういうゲームですか。このゲームはですね、トラップのようにするときのように体を引くんですけど、まあ、実際は今日は手を使って手をギュッと引くことでボールを止めてもらおうと。ボールがポーン、せーの、シュン。ボールがポーン、せーの、シュン。そうそれ、もっと引くといいかなって言ってながら、その板が自分の胸やと思ってね、こう当たる瞬間に引いてトンと浮かせてスコンと入れたら素晴らしい。よーい、あいつだ、ポーン、マジ、あいつ、さあ来い、さあ小倉さん、さあ来い、よっ、うわーい、赤ボール、よし、入った、あーポーン、おーよっしゃ、あー、ドンブルチーム、おい、ポーン、おー、うまい、入った、じゃあ今日はね、力石、ね、この言葉をちょっと覚えておいてもらう。でもこの言葉はね、実際はね、はい、これ高校の物理で習う話なんです。すごい、ね、すごい、それを今日小学生に向けてやってるんでね、難しくていいんだ。でもね、今日なんかこんな言葉聞いたなっていうことをね、覚えておいてくれればいいんです。で、今日は見たのはね、硬いこのね、Jリーガーのこのサッカー選手みたいな胸でも、硬い胸でも体を柔らかくする、ね、それを時間をかけてボールを吸い付けるようにして長い時間をかけて取れば、どんな勢いある球でも止めることができるということを学んだ。その仕組みを使われているのが力石ということなの。で、科学っていうのはそんなにね、教科書の中だけのことじゃないわけ、はい、君たちが体を動かしてサッカーの中にはたくさん科学の原理が入っているわけ、うん、だからね、体を動かす、ね、サッカーも上手になる、はい、そしてね、理科も好きになって理科のことをまた学んでまたサッカーに生かしてほしいと思います、ね、どうもありがとうございました、はい、拍手。プログラムの中でね、やったトラップに関すること、これね、多分この後の試合でトラップの人いっぱいいますよ。いろんなトラップありますよ、胸トラップ、もも、足、いろんなトラップありますよね。それをマリノス対仙台、ね、特にマリノスの選手、うまい選手いるから、その辺を見てね、ぜひトラップに関してね、リカと一緒に、勉強してほしいなというふうに思います。あのサッカーというスポーツはね、本当考えてやるスポーツでもありますので、今日みんな、いろいろ知っててね、考えてやったことをこれからもチームに返して、練習してください。はい。